ごめんごめん。ちょっち仕事が重なっちゃって。それで総合互換試験の方はどうなってるの？0号機および初号機はそれぞれパイロットを入れ替えての起動実験に成功。初号機パイロットは2号機の起動にも成功しました。ええ、さすがシンジ君、すごいじゃない。あれには驚いたわね。2号機パイロットによる初号機の起動実験準備完了しました。わかったわ。始めてちょうだい。 エントリープラグ注水。了解。初号機セカンドコンタクトに入ります。エイテン神経接続を開始。これはシンクロ率上昇せず。初号機起動できません。どうしてよ。私の2号機がシンジに起動できたのに、なんで初号機は動かないのよ。起動実験は失敗ね。アスカ、 テストは終了よ。もう一回、もう一回でいいからやらせてよ。納得いかないわ。残念だけど今回は諦めなさい。アスカ、お願いだから、あと一回だけ。初号機から降りなさい。これは命令です。分かったわよ。降りてやるわよ、こんな胸クソ悪い機体。これが原因でまたシンジ君と喧嘩しなきゃいいけど。子供の面倒を見るのも 大変ね。人事だと思って。それにしてもリツコ、どうしてこういうことが起きるわけ？こういうこと？どうしてこうも結果がバラバラなのかって聞いてるのよ。どんな機械にも相性があるでしょ。あなた、いろんな車に乗ってるから、そのところはわかるんじゃない？そりゃそうだけど。おはよう、シンジ君。 いい朝ね。おはようございます。母さん。 時は思わず逃げ出してごめんね。エヴァのパイロットになって、美里さんや綾波やアスカと会って少しだけ自分と向かい合えるようになった。こうして謝れるのも今だからかもしれない。父さんと話すのはまだちょっと苦手だけど、でも父さんは 僕を嫌ってるんじゃないって思えるようになってきたんだ。母さん、正直僕には今背負っている力は少し荷が重い気がする。でもそれでも頑張っていこうと思う。僕と母さん、そして父さんみたいな悲しいことは誰にも繰り返してほしくないんだ。だから また来るよ、母さん。できたら今度は父さんと。 ただいま。 なんだろう、なんだか懐かしい感じの匂いがする。 おかえり、しんちゃん。 お母さんにはいろいろ話してきた？ はい。 そう、よかったわ。 さ、上がった上がった。 ごちそうが待ってるわよ。 久々に腕を振るったんだから。え？美里さんが？ほら見てよ、美味しそうでしょ。本当だ、美里さんもやればできるじゃないですか。ノンアルタカは爪隠すってね。みんなそのうちの料理を食べてるものでしょ。ここはシンジ君たちのうちでもあるんだから、 うちの味ってのを味わってほしかったのよ。そうですね。あれ、そういえばアスカはどこです？そう、私が料理してるのを見てゲッとか言って出てったけど。あら、しんちゃん顔色悪いわよ。あ、いえ大丈夫です。匂いはいいんだから、きっと味だって。まああの子がいないならその分二人で食べればいいわ。
じゃあ、夕ご飯にしましょう。はい、いただきます。じゃんじゃん食べていいからね。どうしたの？ますます顔色が悪くなったわね。なんでもないです。そう、ならいいけど。で、お味の方はどう？腕によりかけて作った自信作なのよ。おいしいです。そうでしょう、そうでしょう。全部食べていいからね。これを全部、生きてられるかな。よう、シンジ君。カジさん、こんなところで何をしてるんです？ゾロなんか持って。シンジ君はスイカは好きか？嫌いじゃないです。そうか、なら実ったらやるよ。スイカの種をまいてたんですか？なあ、こんな仕事をしていると時々無性に自然が懐かしくなる。それで畑を作っていたのさ。そういうのってなんかいいですよね。君の方はどうしたんだ？自分ではそんなつもりじゃないんですけど。そこに座ろう。ちょっと話をしようじゃないか。いいですけど。昔、一人のストリートチルドレンがいた。セカンドインパクトで親を亡くした子供だ。その子供は数人の仲間と共に生きるためなら何度もやった。軍の倉庫から食料を盗んだりもした。それがいけなかったんだな。その子供はある時ついに捕まってしまった。そしてちょっと痛い目を見せられて、仲間の居場所を漏らしてしまったのさ。まさかその子供って？その子ももう大人になった。だけど今でもそのことを悪夢に見る。そして後悔して食材の道を探してるのさ。どうしてそれを僕に？どうしてかな。シンジ君が重い荷物を背負っているように見えたからかもな。ああ。気のせいならそれでもいいんだ。ただ誰かに話したかっただけかもしれない。なあ、シンジ君。はい。君は今幸せだと思うかい？はい、多分ですけど。美里さんが一緒に暮らしてて、綾波がいて、アスカと喧嘩して、ケンスケは当時とバカなことを言い合って、委員長に叱られて、リツコさんやマヤさん、サツキさんに葵さんに楓さん、青葉さんやヒューガさんもみんなよくしてくれる。おいおい、俺はなしかい？あ、もちろんカジさんもです。冬月さんや父さんはちょっと厳しいけど、でも好きになってきました。そうだな。シンジ君は幸福とは何かをよく知っているよ。カジさん、何が幸せなのか知らない者にはそれを守ることはできないんだ。俺は結局知ることができなかった。そんなことないでしょ。昔美里さんと付き合っていた頃は幸せじゃなかったんですか？あれは互いに寄りかかっていただけさ。こうだったとは思いたくないがね。だったらそんな悲しいことは言わないでください。いいんだ。みんなの幸せを守る役目はシンジ君、君に任せる。その力もあるし、支えてくれる人もいる。俺があの時手放してしまったもの、その全てが今の君にはある。だからカツラギを頼むよ。僕にできることなら。君にしかできないことさ。みそじを目前に控える美里、その心は重かった。誕生日が近いと知った美里とアスカは結託し、誕生パーティーの開催をシンジに強要する。波乱含みの祝宴が
ついに幕を開ける。次回イカリシンジ育成計画第16話、2人のハッピーバースデー、目いっぱいサービスしちゃうわよ。